してる。でもな、久々やねんな。最後に出たの18とかやった気する。合ってるんかな。18とかやった気するんですけど、今日は夏日。嘘、半袖やったらかな。寒い。そう、18日やったらいつ2週間ぐらいか。まあ大丈夫。私ほんまに暇あったらさ、あの歌詞の練習してるからさ、マジでさ歌っちゃいそうやねんけど、絶対あかんからあかんわ。半袖で行くって人おんねんけど、すごい。寒くないんですか？寒っ。今日ね、久々にわなとのたこ焼き食べてめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しいって感動してた。で、わなとのたこ焼きも食べたのに、今日の弁当が、あのすき焼き弁当で卵割ってお肉つけるみたいな弁当なんですけど、それも食べちゃいました。わなとは美味しいけどな、600円やったら、ちょっとそれやったらなんか美味しい飲み物、スタバとかゴンチャ飲もうってなるね、いつも。いやけど久々に食べたらやっぱめっちゃ美味しくてビビりましたわ。劇場前にあるので。わなとはなんか塩も好きなんですけど、やっぱソースが一番美味しいなって思います。そう、100円値上がりしたんですよ。なんかちょっと前まで500円やってんけど、そう、なんか100円のサインってなるけど、その100円が出たい。マジで、あのマクドのポテトがもう痛すぎる。私は昔ね、本当にクーポン150円のクーポンあったけど、最近280円のクーポンもなくて、 L サイズ150円で買えたのに M サイズで330円するんです。2倍以上する。泣いてる。半分半分とかできるんですか？そんなのしたかった。さっき言ってくださいよ。マクドやばい。いや、それでも安いねんけど、やばいよね。マジでちょっと前まで150、コロナ始まる前とかは150円のクーポンがめっちゃ出てたんです、ポテトに。でめっちゃ買ってた、 L サイズ。もちろん L サイズにして。誰が興味あんねんこの話。誰が興味あんねん。劇場取得のマクドなくなった。それな、閉店ガラガラ。ちょ、ほんまにマジ歌ってまいそう。どうしよう。あかん。チャップチャップ。テレビはどうでしたか？あれ歌番組やんな。なんか初めて歌番組出て、こんなに入念にリハーサルすんねやと思って、前日にリハーサルして、本番も3回ぐらいリハーサルしたと思う。まあそりゃそうか、生放送やし、入念に NHK さんやし。そう、ゆうみさんポテト好きやんな。そう、めっちゃリハーサルしする。やっぱそうなんや、 NHK さんやからか。真面目なんですね。そう、畳ツインにしました。おじゃる丸もリハしてた。バリかわいい。おじゃる丸無理やねんけど、かわいすぎて無理やった。なんか裏でも手振ったり振り返してくれるんです。やばくない？愛おしすぎるねんけど無理。おじゃる丸めっちゃかわいい。やばい、癒しすぎ。見てました。私待ち時間はほんまにリハーサルが、その生放送が19時半とかからやったけど、
リハーサルは朝の10時とかやってたら、ほんまに一日中楽屋におって、でもさすが NHK さん、楽屋は3つ広いんです。で、あの鏡があるんですよ。でちゃんと番号もあるんで、その公演の練習してました。メイク崩れるやろってぐらい踊りました。もうね、なんとめっちゃ、なんとずっと毎日リハーサルで、チーム N は朝からのリハーサルが多くて、で大体1日2曲リハーサルあって、だからほんま寝れ、全然寝れてなくて、お疲れ様です。全然寝れてなくて、リハーサルとかはマジで、あの自分の足とかをつねってました。待ち時間が長いからさ、楽屋とかやったらさ、もうやばいってなったら寝れるけどさ、リハーサルとかやったらさ、絶対そんな寝れる、寝れへんやん、そんな失礼やん、めっちゃ言ったら、めっちゃもうつねってつねって目こうやって裏で耐えてました。やばかった。そう、やばい。もうね、リハードね、全然今日で一旦リハード終わりなんです。今日でフリーで先生に教えてもらうのは終わりで、全部終わって、曲そう、ギネまで N の前日がギネリハーサルなんですけど、それまでリハードはないんですよね。やばくないですか。私は気づいたんですよ。アトシトエとシャメトエと夕方やったらさ、レッスンした後、あの踊りすぎたらさ、毎晩びちょびちょの汗だくだくでみんなに会わなあかんたらさ、そんなんか一日中練習できな、そう、家でやって、立ち位置とか立たずに家でやって、出る前にお風呂入ってみたいにしよったら、それでも良くないですよ。初日ワクワクやね。大丈夫かな。できてんのかな。やっぱ昨日は実際に劇場の、今まではレッスン場の鏡のある部屋でやってたんですけど、ステージで、劇場のステージでやったんですよ。全部の曲はやってないけど、けどもうなんと、もうなんと鏡がないだけで全然違う。なんかその先輩を見てるわけじゃないけど、なんか雰囲気を読み取れるねんけど、鏡があったら、泣いたらめっちゃ不安やった、ずっと。疲れた。今日も朝からやった。別にもうなんか、もう一昨日なんと、でも先生にちゃんとしっかり教えてもらえるねんと、ライブはなんか先生に教えてもらうとか時間なさすぎてないねんけど、全曲先生に来てもらってなんか振りを教えてもらえるから、めっちゃ入りやすい、頭に。やったら、なんと一昨日ぐらいになんか振り振り見ながら寝てて、なんかいつの間にか寝てて、なんか何時に寝たとも当たんなくて、いや頑張って起きてたんですけど、でも先生に教えてもらえて入った、ちゃんと。でも私の好きな曲があるんです、なので嬉しい。けどね、明日はリハがないのでちょっと寝ますね、昼まで。さすがに寝させてもらいます。
ユニットとかも楽しみや。おー、ユニットはなんと自分でも意外でした。めっちゃもうなんかもう肩が重いですね。めっちゃなんと愛とシンポーの瀬戸里どっちが好き。いや何倍はやりすぎてなんとようわたんとなってきてんねんな。けどなんか何倍はなんか楽しい曲系が多いじゃないですか。私楽しい曲よりなんとなんかどっちきライメイとかの方が好きなんですよ。やったらチーム N の方が好きかもしれへん。ちょっと私の曲めっちゃ好きな曲が2曲も入ってるんでもう大満足です。はい、やば、今日で終わるのやばいですね。当たった人はなんで当たれたんですか。なんで当たれたというかその千秋楽に向けて最近劇場来てないとかなんですかね。なんか友達が何も言ってないんですけど千秋楽応募してくれたみたいで、なんかキャンマチとかも外れたみたいな言ってて皆さんなんで当たったんですかね。チケ戦に聞いてくれた人に、最近まで入ってるけど当たったみたいな人もいるんですか。そう、友達普段入ってないけど外れたらしい。そう、あでもモバワークじゃないな。やっぱ千秋楽ってそりゃそうやんな。最後見に行こうってなるような。紙面通るっていうの日数が大事。そうなん？そうなん？出てるメンバーに紙面がいて、その登録日数が叩いて当たるんや。千秋楽でも。なんか生誕はなんかそれ関係あるみたいに聞いたことある。千秋楽もなんですか？やばい、なんか久々にこのさあのポニーテールのちょっとなんか痛さを感じる。めっちゃどうしよう。まだやってもらって20分ぐらいしか経ってないのに痛い。もうおしめ日数は卒業公演だけ。ああそうなんや。痛いな。全然後悔してない。これで行こうって決めてた。そう、久々消毒して一回しかポニーテールしてない。痛いな。ちょっとちょっと緊張してきた。どうしよう。ちょっと久々やな、こんな公園出てないの久々。
それは言い過ぎたかもしれへんけど、え、それは言い過ぎた、言い過ぎてない？B2 は出てなくても何バラとか出てたかな、分からへん。2週間ぐらい空いた。やばい、普通に久々やから緊張する。大丈夫かな。まあいつもやってるポジションやしな。もう N のリハに終わりすぎて立ち位置は確認してきた。可愛いから大丈夫。ポジティブや。終わりまーす。では今日で最後なので皆さん噛み締めてやりますわ。やばいね。読みます。13位、まるるさんありがとうございます。12位、やっちょさんありがとうございます。11位、あ、いていて、きっぺいさんありがとうございます。10位、ガルゾーさんありがとうございます。9位、じゅんさんありがとうございます。8位、ワンタンメンさんありがとうございます。7位、たとはしさえさんありがとうございます。6位、ノーネームさんありがとうございます。5位、しのぶさんありがとうございます。4位、本田さんありがとうございます。3位、りょうへいさんありがとうございます。2位、くらちゃんさんありがとうございます。1位、ひじたさんありがとうございます。頑張ります。バイバーイ、さよなら。